はい、皆さんこんにちは、矢島喜一です。まずはじめに、新型コロナウイルス拡大の中、最前線で戦ってくださっている医療関係者の方々、そして行政や、物流に携わっている方々に心より感謝しています。本当にありがとうございます。ということで、大人気企画を早速始めさせてもらいたいと思います。矢島喜一のキーチャオセカンドシーズン番外編ということで、今回は2人の選手に来てもらいます。そしてまず初めの選手をお呼びしたいと思います。長期離脱から復帰したあの選手を呼びたいと思います。お願いします。こんばんは。もうちょい吐き出してきてよ。こんばんは。こんばんは、お願いします。SC 東京35番の鈴木義武です。お願いします。はい、お願いします。え、はい、この番組は知ってる？この番組一応知ってます。ああの2年前から始まってて、まあ、あんまり出たいとは思わなかったっす。いや、もうこれ大人気番組よ。嬉しいです、出れて。吉武、怪我から復帰したり、いろいろ聞きたいことあるから、はい、どんどん聞いていくから、それに、はい。はい、答えていってもらいたいなと思います。お願いします。はい。じゃあまず、はい。大きい怪我は今回初めてだった？そうですね、今まで高校生ぐらいまでは捻挫とかしかしてこなかったんで、もうこんな長いのは初めてでしたね。結局どんぐらいの期間リハビリだったんだっけ？1回目が2年前の4月からで、でそこから1年かけて3月に復帰しようってした時にまた怪我が見つかって、同じところだったんですけど、でそれでまた4月に手術して、でやっと今復帰っていう感じなんで、もうまるまる2年とかですね。でもちょっとあれだね、復帰してもう試合も出てたところでこのコロナウイルスで中止になっちゃったのは、ちょっとコンディションの面で。そうですね、まあ、ちょっと、不謹慎かもしれないですけど、まあ自分的にはやっぱりこのコロナが1年前とかにあったら、怪我のタイミングと同じになってたなとは、まあちょっとは思ったりしますけど、まあそれはそれでしょうがないのかなとは思ってます。怪我してさ、復帰までにいろんなと思うんだけど、はい、いつが一番辛かったとかある？一番辛かったのは2回目見つかった時で、まあ部分復帰ぐらいまで行ってたんですけど、まあ、そこで見つかって、さすがに気持ち的にきつくて、もうなんかその手術が決まったんですけど、決まってからもちょっとリハビリみたいなのがあって、まあでも手術しないとこう先に進まないじゃないですか。まあその期間のリハビリがもうきつすぎて、練習場行くのにも嫌になっちゃって、あの中村さんってトレーナーいるんですけど、中村さんにもうさすがに今はきついんでって言って泣きながら頼んで、練習場から帰って2週間ぐらいかな、手術までオフもらいましたね。ああ、オフの時あったもんね。そうですね、やっぱ泣いた。そこはさすがに泣きましたね。俺もさ、一応膝やった。はい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 。ちょっと期間が倍だから計り知れないけど、やっぱり相当しんどいんだなと思って、ちょっと俺の中で気にはかけてたんだけど。はいはいはい。入院中お見舞いどうだった？入院中お見舞い、喜一くん多分見てないっすね。喜一くんの姿。喜一くん見てない。
いや、今となっては後悔してるけど。2回もあったのに。2回あったね、ごめん。もう1回も来てくれないから。でもさ、っていう感じでした。まあ、その代わりと言ったらあれだけど、チームからさ、もらったでしょ。何なんか、寄せ書きしてもらったユニフォームみたいなのもらって、岸君に今日用意しとけって言われたんですけど、うん、忘れました。実家に。吉武の会のあれ、大目玉よ。まあでも、あれは結構、胸が熱くなったっていうか、まあそれこそ、お見舞い来てくれたじゃないですけど、あの結構仲いいやつとかは、あのマコとかタケとかレイとか来てくれましたけど、うん、まあ先輩とかはまあ仲あんまり良くないっていうのもありますけど、まあこうどう思ってるんだろうなって思ってたんですけど、まあみんなすごい励ましの言葉をくれて、結構それは入院中はしっかり飾ってたんですけど、さあれ結構、はい、熱い思いっていうか、なんか書いてくれてたじゃん。結構そうっすね。最初、寮生。はいはいはい。あの、寮生だけで。はい？最初、寮生だけで、吉武に、はいはいはい、ってなってたんだけど、はいはいはい、それを、あの、書いてもらってる時に、はいはいはい。あの、森重選手が見て、はい、いや、そういう意味でやろうよ、みたいな。吉武きつい、欲しいっつって、あれみんなに書いてもらうことになった。だからさ、そうだったんですか。以外の人のさ、文字ちょっとちっちゃかったり、袖に書いてそうっすわ、多分最初予定なかったんで、はいはいはい、あ、そうだったんですね、はい、いやもう、あれはめっちゃありがたかったっすね。まあ病室にいることも長かったんで、まああれが結構モチベーションじゃないですけど、まあ励ましになって頑張れたってのはあったかなって思います。あの、まださ、公式戦にあの、はいはいはい、完全な復帰とは言いにくいだろうけど、あのこの長期間のリハビリを、終えたからこそ今言える目標っていう、これはあのスペインで今活躍中の久保君からの質問です。竹下から、はい、え、なんですか、今だからこその目標。そうそう、目標、まあ本当に、まあ、まずは J1 で出ることっていうか、まあ、もちろん怪我しないこともそうですけど、まあ、もうピッチに戻ったからにはやっぱりやっていく上で、こう J1 のレギュラー陣からもポジションを奪っていきたいと思ってるし、そういう意味ではその怪我する前とかよりは気持ちの面でなんかそういう現れっていうのは大きくなったのかなとは思ってますね、自分の中で。まあ、一つの目標がとりあえずあのラインが J1 出場っていうところ。そうですね、もう本当俺より年下とかのやつでもルヴァンだったり J1 とかだったりは出てるから、本当自分が一番最後じゃないですけど、まあ、出てないのは自分だけなんで、まあ焦りはあんまりないですけど、まあそこは負けたくないなっていうか、まあ、やっていかないといけないんだなとは思ってます ね。今さ、負けたくないって言葉も出たけどさ、やっぱり、はいはいはい、今の話をしてる吉武とさ、ピッチにいる時のあの吉武、はい、あの全然違うじゃん。違います。うん、そんな感じですか。え、なんか気持ちの変化とかあるの。気持ちの変化、そうっすね、まあ普段あんまり感情が表に出ないっていうか、まあネクラだし、うん、まあまあで喋ったりもしないけど、うん、まあ、ピッチに立った時は結構こうコーチングだったりとか、そうだね、熱い部分はあると思うから、まあそういうところは表現できたらなとは思ってますね。理想の、あの理想の選手とか自分が目指してる選手像ってある？理想、最初っていうか自分がずっと好きだったのは、あの、うん、ブスケツ。あ、だよね、俺思ったんだ。はい、バルサの。なんか自分のポジションが、こう、攻撃的なミッドフィルダーってよりは、守備的な位置にいるけど、うん、守備
ってよりはこうビルドアップがうまいっていう感じなんで、はい、結構中学高校の時とかはブスケツのプレーとか見てイメージはしてましたけど、今はもう全然違いますね。でもさ、やっぱりあん今今年からアンカーできたじゃん、はいはいはい、あそこの選手がさ自信持ってさ、はい、回ってくれるだけでさチームの流れって全然、ね、はい、だから多分、うん、そこは多分吉武の強みになってくると思うよね。そうですね、まあ同じポジションにはそうですね、ケント君とかいるけど、ケント君とかはどっちかっていうと守備的というか守備に特徴があると思うから、自分はこうなんていうんですか、攻撃面で特徴が出せればなとは思ってますね、はい、しかも吉武利き足が左だよね。はい、あの左利きで良かったなって思うこととかメリットみたいな、メリットデメリットある、なんかある、良かったなっていうのはあんまりないですけど、まあやっぱポジションやる上でこう左利きの方が少ないから、なんて言うんだろう、開くじゃないですけど、例えば左サイドバックだったら左利きが多いとか、うん、左のセンターバックだったら左利きの方がやりやすいとかあるんで、まあ、そういう意味ではこう競争していく上で、はい、まあ、競争相手が少ないじゃないですけど、結構まあレアキャラというかそういう意味では良かったなと思ってますけど、そんな、はい、感じです。左足、あの左利き特有のさ、あの右おもちゃあるじゃん。あれはどうなの？右足あれ、あれ、あれあるっすよ。あれあれだよね。左あれあるっす。はい。なんだろうね、あれ。わかんないっすよ。右足、確かに。ダメっすね。ダメ。吉崎はダメ。はい、おもちゃっす。サッカーでさ、はいはい。まあ、アンカーって、難しいとは思うんだけど、どういう相手を体育するのが嫌だ？アンカー、まあ自分アンカーとかじゃなくてもセンターバックとかもやりますけど、ああ、まあなんだろう、こうあんまり自分スピードがある方じゃないんで、うん、こうなんか競ったりとかしたらこう勝つ自信はあるんですけど、やっぱりこうスピードで前行かれたりとか、こうキュンキュンした人がドリブルされたりっていうのは自分ではちょっと嫌かなとは。君とかてて、うん、そうっすね、かな。逆に一緒のチームにいてほしい選手は東京とかでいる？なんかこの人合うなとか。東京の選手ですか。自分は結構あの陽次郎くん、はいはい、の広島時代のプレーとか見てて、うん、結構そのイメージとか残ってて、もうなんかそういうのでなんかこうパス交換とかしててもなんかああ考えてパスしてんだなとか思うところはあるんで、自分もこうパスっていう意味では持ち味なので、まあ早く一緒のピッチに立ってプレーしたいっていう思いはありますね。あの高木選手とかさ一緒にやって、はいはい、自分が上手いって錯覚できるような選手だよね。分かる？ああ一緒に組んでてってことですか。そうそうそう、やりやすいね。からミスも出る。そうそう、なんかパスもポンポン行くから、そう、なんかうめえんじゃないかな俺みたいな。そうそうそう、そうちょっとありますね。確かに吉崎ポジションサッカー好き？そうですね、どっちかといったらそっちが好きかなっていう感じですね。はい、でもあんまり言うと怒られちゃう。まあ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 、はい、これもタケからあの聞きたいっていう、吉武とこう、キーチャーをやるっていうときに、いろいろ考えて、こう、ノートを書いて、そんな人からちょっと聞こうと思って、タケから聞いたのが、はいはい、アカデミー時代の思い出ってありますか？アカデミー時代、思い出？うん。思い出、なんだろう。ちっちゃい頃は、うん、とにかくよく泣いてましたね。泣くんだ。なんで？もうなんか試合に負けてってとかよりはいじめられて、いじめられてっていうか結構ありましたよ。何？いじられる？いじ、まあでも
いじられるタイプではあるじゃん。そうっすね、どっちかで言ったら。なんかそれこそアドバンススクールあるじゃないですか、うん、あれとかなんか広末とかゴーとかみたいなが強いやつが結構多くて、はい、俺とかなんか木島平ってところでフェスティバルが夏あるんですけど、あるある、そこでなんか虫かなんかでなんか虫をどうにかされてみたいな、いじめられて泣いた記憶は俺今でも残ってますわ虫でなんかやられたの？虫で泣きましたわ。ゴーとかリク？ゴーとかリクにはやられた覚えないですけど、周りにそうですね、そういうやつはいっぱいいましたね。あの今同期の話が出たけど、はいはい、結構代同期いるじゃん。そうですね、あの今あの期限付き移籍してる、あ、まあ、はいはいはい、はい、どうなん同期は仲がいいの？同期はなんか全員で仲いいって感じじゃないですけど、うん、まあ多いしね、それぞれ仲いいみたいな感じは強いかなっていう感じですね。でも京介が入ったのが結構でかくて、俺も思う、なんかこうつなげてくれるっていうか、なんかユース上がりのウッチーとかゴーとかマコとか俺とか全員でなんか会ったりとかあんますることないですけど、京介来てなんかこうね一緒に同期会しようよみたいなのは結構増えたかなとは、はいはい、俺なんかちょっと同じ代のプライドというかなんか、はい、なんですかね。あのなんかあれですよね。けどあの京介がそこに来てなんかそれをズバッて言うじゃん、お前ら何言ってんの、うん、みたいな、お前ら仲悪くねみたいな、はいはいはい、で今ちょっとあの速報来たんだけど、はい、あの永井選手からの速報で、はい、あの永井選手が加入1年目も吉武泣いてたぞって来ましたけど泣きました、あのキャンプですかね泣いてた、スタメンに一番近い男と言われてた鈴木義武そのエピソードお願いします。大泣き。いやそれこそ本当にキャンプの時から1年目かな、なんかこう練習試合とかも出させてもらって、キャンプとか結構試合組まれるじゃないですか。組まれるね。それの A チームではなかったんですけど、 A チームのサーブのスタメンみたいな感じで出させてもらってて、でなんかその試合でマリノスとやったんですけど、うん、マリノスにチンチンにされて、自分センターバックやってて、でなんかみんなから聞いた話ではそんなお前怒られてなかったよみたいな感じだったんですけど、なんかもう自分ですごい責任感というか変なあれを感じてしまって、うん、ユース上がって1年目はだもんね。そうそうそう、で試合終わった後にもうなんか涙が溢れてきて大泣きしてました。まあ別に怒られたわけとかじゃなくて悔しいとか、まあちょっとは怒られて泣いた部分もありますけど、まあちょっとチンチンにされて悔しかったなっていうのもあって泣いてましたね。じゃ結構感情は表に出るタイプではあるのかな。どうなんすかね、多分そうなんですかね、そうかもしれないですわ。プライベートはな最近どうしてんの今。ありきたりな質問になっちゃうけどさ、今は午前中はチームでのズームトレーニングとか、自分膝が悪いんでやっぱりランニングっていうよりはサイクリングとかにしてでやって、午後は大学に通ってて今オンライン授業があって結構入ってるんで、まあ午後は大学っていう感じですね。あはい、まあ、結構だから一日は充実してるかなとは思ってますね、他の人より。あってよかったね。そうっすね、もう何もなかったら。まあでもこのちょっとさ復帰してさ、はいはい、溜まってたところで一回こう休むっていうのも人にとってはすごいいい、なんていうの、考えるとまあ準備期間としてはいいのかなって思う。まあそうですね、はい、まあだからそこはポジティブに捉えるようにして、うん、まあこの中断明けにやっぱり連戦にもなってくると思うからチャンスもいっぱいあると思うし、そこで自分がつかめるようにっていうのはまあ常にイメージはしてますね。じゃあ準備万端っていうことでいいですかね。
準備万端です。はい、じゃあ今年ちょっとこれ時間決められてるから、はいはいはい、ちょっと1回しか来てなかったんだけど、はい、最後に今見てくれているファンサポーターの皆さんに今年のこの思いとか吉武のここを見てほしいとか、そういうのを一言ぶつけてほしいなと思います。そうですね、まあ長いことサッカーしなくて、まあ、自分のプレースタイルを知らないとか、まあもう忘れてしまったって人も多いと思うんですけど、まあそういう人たちもこう見返すじゃないですけど、こうね、いち早くポジションを奪ってこう自分の存在を知らしめたらなとは思ってるんで、まあ復帰したらというかこの中断開けてから、まあ、期待しておいてください。お願いします。はい、はい、今視聴者の一人にいる、はい、永井選手、はいはいはい、今の時トレーニングルームでたくさんいじってもらったよね、吉武。いじってもらいましたね。まあメンタルがいい時も悪い時もいじってもらった、はい、永井選手にお願いします。え、永井選手に一言。永井選手に一言ですか。うん、まあ肩には気をつけてください。2回目の手術もあると思うんで、そこは気をつけて。OK。大丈夫です。じゃあどうだったこの企画。ちょっと時間短くないですか。もっと俺も本当深い話、はい、したいし、俺の目標としては、はい。熱くなって涙流すみたいなシーンを欲しかったんだよね。それはすいません、20分じゃできなかったっす。キーチ君、俺もう今年やってやりますよ。出したいと思ってたんだけど、それはあとちょっと電波が悪くてちょっと途切れてるんで。俺の声、はい、わかんないですけど、いや途切れてないかな、感じなんだろうね。ああ、まあじゃあまた呼んでください、この企画。これでも人気だから、あれないと思う。予約待ちなんすか、これ。予約待ち。これ予約してない。ホタカからよ、オファー来てるから、逆オファー。暑いからな。ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。はい。2人目のゲストが準備できてるのかな？ OK ですかね？はい。じゃあ2人目は、最近 YouTube を始めた、ゴールキーパーです。お願いします。いやー、ユニフォーム着てる。ダマさん、ダマさん電波悪いっす。聞こえますか？ダマさん画面止まってます。そう、あ、オッケーオッケーオッケーです。悪い。こんにちは。こんにちは。ダマさん電波悪いですか？大丈夫ですか？え、ちょっとダマさん喋ってみてください。もしもし。あ、OK です。始めます。こんにちは。こんにちは。ダマさん、この企画知ってますか？はい、え？これどうなんだろう？みんな聞こえてるんですか？俺には聞こえてないんですけど。何？電波悪いの？ダマさん、Wi-Fi 使ってます？皆さんどうなんですかね。ダマさんどうなんだ。俺の声は聞こえてんのかな。はい、僕じゃあとりあえず今つなぎということでちょっと話したいと思いますけど、何について話そうかな。じゃあ、あ、じゃあ関係ないですけど、ダマさんが戻るまで、あ、ダマさん
キーチさん聞こえてますので続けてください。ダマさんの声は聞こえてんのかな。情報ください。ダマさん止まってんで、じゃあ僕の話をちょこっと、はい、させてもらいます。今この自宅待機の時間が長いのでネットフリックスで動画を見てるんですけど、長池からなんか面白いドラマがあると聞いて愛の不時着を見てよって言われたんですよ。あ、帰ってきた。今ちょうど話しようとしてたところで帰ってきちゃった。で、なんで電波悪いの。ダマさん YouTuber としての心得できてないんじゃないですか。俺じゃないんちゃう。俺ダマさんす、これダメだな。なんで。いきますよ。どうした、どうしますか、これ。ダマさん、Wi-Fi 切った方がいいんじゃないですか。それか、携帯でやるか。変えていいじゃん。はい、じゃあ俺繋いだきます。じゃあ、吉武に帰ってきてもらえばいいのか。いや、帰ってきた。はい。はい。ヨシタケオフモード入んないでよ。おくつろいでました。じゃあちょっと待って、ヨシタケのページに戻るよ。じゃあさ、ヨシタケ、はい、はいはい、プライベートの話しようか。結構さっき、はい、サッカーの話が多かったから。はい、そうですね。学生時代はさ、あ、まあでもあれずっといじられてたから。そうですね。友達多い方。友達自分めっちゃ少ないと思います。少ないんだ。はい。人付き合いちょっと悪いかもしれない。え、でもさ、こう、あ、どうなの、後輩には好かれるタイプではあるよね。そうですね。あ、サッカー友達の方が多いのかな。後輩になんか好かれるっていうか舐められてるみたいな感じですね。どっちかといったら。え、どうなの、そこは。舐められても全然 OK。 俺もう全然何とも思わないっす。あ、そうなんだ。はい、うぜえなとか全然思わないっすね。ダムさん帰ってきました。はい、こんにちは。まだダメですか。あ、いけそう。じゃあ、いけない。じゃあ、ありがとうございました。いけない、ね、してから。え、ダムさん吉武バーターでちょっとスタンバイしといてね。あ、OK です。ダマさんが切れたらすぐ呼ぶから。なんでこうなんの、はい、どうした。ダマさん行きますよ。はい、ダマさん行きますよ。ダマさんの回すからね、これ。今行けてる。はい、行けてます。お願いします。ほんま、すみません、ありがとうございます。あの、急ぎ足で行きますね。はい、聞きたいことたくさんあるのに。これ僕が気になったことどんどん聞いていくんで、はい、ちょっとギュッと、はい、詰めて、はい、お願いします。はい、じゃあ YouTube 始めたと思うんですけど、あ、これダメなやつや。ダメだこれ。あ、帰ってきた、帰ってきた。ちょっと吉武つないでもらっていい。ダマさん携帯でって。吉武、吉武、はいはいはい。
もう、ちょっと遅くない？帰ってくんの。すいません。ダメさん、調子悪いね。パソコンやられてるわ、あれ。YouTuber やりすぎじゃないですか。YouTuber なのにね。YouTuber なのに。一番強そうなのに。じゃあ、急だけど、はい。憧れてる職業とかある？サッカー以外に。憧れてる職業っすか？なんだろう。自分は結構親が勉強にうるさいというか結構言われてきたんで、公認会計士ってわかります？わかる。その資格を取れみたいに言われててずっと、うん、だからなんかちっちゃい頃からその資格はまあ現役中かいつか勉強して取りたいなと思ってますね。はい。よしたけ頭いいもんね。いやー、まあ、まあ、ぼちぼち。普通の人よりは頭いいじゃん。そうっすね。勉強とか嫌いじゃない？いや、でも好きではないっすね、あんまり。でも、大学とか行っててさ、はいはい。自分、俺は大学サッカーで入ってるから、はいはいはい。中学、授業の面ところで、はい、なんか助けてもらえるけど、よしたけは普通の一般生として入ってるから、はいはいはい。だから、そうっすね。でも大学の授業結構好きっすね、自分は。はい、あ。高校とかの授業より。ダマさん、書き回してますよ。よしたけ、ありがとうね。はい。ちょっと一応準備。はい、OK です。大丈夫ですか、今。あ、ダマさん、グーです。携帯にしました、すいません。はい、じゃあダマさん。お願いしますね。お願いします。じゃあ YouTube 始めたきっかけを、はい、YouTube はまあインスタとか Twitter とかはやってるんやけど、はい、やっぱり自分の声で発信したいなっていう思いが強かったから始めました。どうですか、反響というのは。いいですよ。いいですか。はい。やってて楽しいですか。そうやな、やっぱり言葉で伝えるっていうのはやっぱり面白いし、まあその分難しいんやけど、面白いよ。なんかダマさんの、うん、ダマさんのことを、まあ、観察っていうか見てると、うん、なんか伸び伸びと生きてる中でなんか自分の芯があるみたいな感じで俺は思うんですよ、うん、なんか生きてる中で自分の中で大切にしてることとか自分のここだけはぶらさないみたいなのはありますか？まあ、やっぱりポジティブに生きるっていうことと、うん、なんていうの、自分の考えっていうかこういうふうに生きようとかっていうのが結構定まってるから、はい、まあなんか辛いこととかあっても別にこうなんていうかこういい意味で気にせえへんというか自分の中でうまく消化できるっていうのは大きいかな。それはもう大学とか高校の時からそういうマインドはもう持ってたんですか？いや、そんなことないけどやっぱプロになって今年で11年目なんやけど、はい、どんぐらいかな。けど大学の時とかはもう何やったらメンタルめっちゃ弱かったと思う。あ、そうなんですね。うん。今ダマさんは何チーム目ですか、東京が。最初京都、愛媛、山形、東京やから4チーム目かな。4チーム目。昨年 SC 東京に加入したと思うんですけど、うん、入ってきて最初 SC 東京に対してどんな印象を持ちましたか？まあやっぱりみんな一人一人の選手プロフェッショナルやなっていうふうに思ったし、まあやっぱプレーもそうなんやけどやっぱ一人一人大人というか精神的にやっぱりレベルの高い選手というかこう成熟してる選手が多いなっていうふうに思ったかな。結構やっぱ若い選手にもそういう印象を持ちましたか？若い選手にもそうやな。まあけどやっぱりね、今の一番若い子って誰やろ、大使とかかな、16、17歳とか。
野沢大志選手。17歳で、俺今今年33なんやけど、はい、16個 ?17 個違うんかな。だから、どうなんやろ、考え方がまあそもそも違うっていうのもあるかもしれへんけど、まあ、俺が若い時に見てた周りの同世代よりかは、今の若い子らたちの方がみんなほんまめっちゃうまいと思うし、ああそう、うん、ほんまレベルは高いなと思うよ。ダマさんが、トレーニング結構独特じゃないですか。うん、こういう腰こうやって振るやつとか。まあ、なんかそういう独自のトレーニングはどこで考えたのかな。いや、自分で考えてるわけじゃないで。あ、こういうのいいよって言われたのをどんどん参考にして。そうやな。まあ、やっぱり今までの、な、こんだけやってきてるから、いろんな人と出会って、いろんなトレーニング教えてもらってきて、はい。まあ、その中で自分の、自分に合うトレーニングっていうのは結構見つかりつつあるから、あと、あんまこれあんま自分でもいいと思ってないねんけど、練習前にやるこうルーティーンみたいなのがやっぱあって、はいはいはい。やっぱそれをやると、こう気持ちよくトレーニングに入れるみたいな、まあこれちょっとやめたいねんけど、ルーティーン作るの。まあ、トランポリン壊れてるとき、早直してくれやってずっと言ってました。トランポリン使うの俺だけで全然直してくれへんねんけど。いや、需要が多分、順番で言ってくれへん、トランポリン直すの。全然遅かったっすよね、あれ直るまで。めちゃめちゃ遅いよ。ダマさんってキーパーの中でも、うん、動ける部類に入るじゃないですか。うんうんうん、いろんなタイプの、うんうん、キーパーがやっぱフォワードだなんで僕が分かるんです、うん、ダマさんこう、うん、タープに動けるっていうところが魅力だと思うけど、うん、やっぱりそういうところは意識してるんですか。そうやな、キーパーってなめっちゃいろんなタイプあってさ、はい、やっぱり身長でかくてもうほんとゴールを守るっていうキーパーと、まあ、やっぱり時代的にもそうなんやけど、やっぱりなんていうんやろ、まあ、フィールドプレイヤーとしてのテクニックも必要やし、はい、まあ、なおかつけどやっぱり一番のゴールキーパーの目的っていうのはゴールを守ることやからさ、それが一番できなあかんっていうのがベースにあんねんけど、まあ、俺みたいに俺身長180ちょっとしかないからさ、ゴールキーパーとしては小さい部類ない、はい、部類なんやけど、まあ、そういう選手がやっぱ J1 とかやったらさ、もうめちゃめちゃでかい外人とか、はい、いろんなタイプの選手と戦っていかなあかんねんけど、それにはさ、なんていうの、アジリティっていうんかな、やっぱり球際の部分だったり一瞬の速さだったり、まあ、予測だったり、はい、まあ、小回り聞かないとちょっと話にならへんから、そういう、まあ、柔軟性とかかな、そういうのがすごい力入れてトレーニングはしてるかな、はい、キーパーの魅力ってズバリ何ですか。キーパーの魅力、はい、キーパーの魅力、そうやろ、どうやろな、まあ、ゴールを、まあ、なんかキーパーってさ、もうなんかなんていうの、ほんま一人違うやん、手使えるし、はい、違いますね、競技ちゃうやんみたいな感じするやんか、はい、なんかそういうとこかな、なんかゲーム決めれるし、決めれるっていうのはやっぱ、はい、ほんまに失点してもおかしくないような場面をビッグセーブで止めたら、その試合勝てたりするからさ。そうですね。うん。なんか、フォワードも、試合の流れを劇的に変えることってできると思うんですよ。うん、一発のゴールで。うん。でも、キーパーも一発のセーブで、その試合の流れをひっくり返せるかなって僕は思うんですよね。ほんまにそうやと思うよ。歓声とかもやっぱ気持ちいいですか、スタジアムの。気持ちいい気持ちいい、バーンセーブしておーみたいな気持ちいいよ。僕よくふざけてダマさんに言うじゃないですか、何を、キーパーって試合中疲れるんですか。あれやばいでお前。あれどうなんですか実際は。ゲームはけどな、実際な、それもタイプによんねん、
走るキーパーで1試合5、6キロやと思うよ、多分走るキーパーでな。あ、そうなんですね。そう。で、少ないキーパーで3キロぐらいかな。あ、だいぶこの差があるんですね。そう、結構差があるね。まあ、やっぱそれはやっぱプレ、チームの色っていうのもあるし、はい。いろんなやっぱタイプがあんねんけど、はい。疲れるで。っていうのもやっぱ頭使うし、常にこう、なんていうの、中腰こう、硬直ねんの、ずっと。はい。何ですか、わかる？見えへんか、見えへんか。あの膝をちょっと曲げたパワーポジションっていう、かかと浮かしてるみたいな、ずっと。あ、そうなんですね。うん、で俺は、俺が教えてもらってきたキーパーコーチの中で、はい、例えば相手のゴールキーパー持ってる時がさ、俺から言うたら一番ボール遠いやんか。はい。相手のゴールキーパー持ってる時が、だから相手のキーパー持ってる時にさ、俺なんて別にどんな全然準備せんでええやんって思う人も多分いると思うやん。はい。けど相手のキーパーが持ってる時でさえもかかとなんて絶対つけるなっていう風に一回教えられたことがあって、はい、もう絶対準備しとかなあかんねんから、予測も大事やし、はい、な、それをちょっと聞いてちょっと試合で実践してみた時に、あ、けどほんま実際そうやなって思ったから、常に準備はするようにしてるから、案外ね疲れる。やっぱそこがちょっとダマさんの中でこだわってる部分ではあるんですか。いや、まあけどやっぱりある程度やってきてるキーパーやったら分かると思うけど。あ、そうなんですね。うん、分かると思うよ、まあ、だってほんま疲れるもんプレイヤー、やばい、いやいや、バカにしてないです、キーパーを決してバカにしてないですよ。うん、フィールドプレイヤーには分からない多分キーパーあるあるみたいなところだと、うんうんうん、そうやね。ダマさんいろんなこだわりがあると思うんですけど、うん、今ちょっと結構モサブロッコリーみたいなちょっと髪型になっちゃってるんですけど、誰がブロッコリーなの髪型のこだわりとかってあるんですか。いや、ない、あるで。あ、どっちどうやろ、どうやろな。まあ長いのは嫌かな。東京来た時は黒だったじゃないですか。東京来た時になんかあれ めっちゃ渋いと思ってたんやけど、あの髪型。はい。ちょっとやっぱ決めようと思って行ってんけどさ、みんななんか全然受け入れられへんかってんけど、あれなんでな髪型っすか。うん、いじられたんすか。いじられたよ、なんか、なんかもう、もうやばいよ、あれ、いじられようが。誰に一番いじられましたか。健太さんよ。健太さん、監督で。あ、確かに言ってましたね。らっしゃいとか言って。言ってた。めちゃめちゃいじられる。それで変えたんですね。俺、ランニング練習終わっていつもやってんねんけどさ、はい、監督も、結構走ってるやんか。はい。だからコート2つあって、はい、俺こっちで走ってて、はい、監督こっちで走ってるやんか。はい。でも一瞬タイミングが合う、かぶるときあるやん。はい。らっしゃーいって言われんねん毎回。それでやめたんですか。何をやめ何をやめて。それで髪染めたんですか。そう。ああ。どう今。ダマさん、食事とかもすごい気にしてる。すごいな、話のサイドチェンジ。はい。普通だったらここ編集でバサッてやってくれるんですけど。はい、はい、はい。ライブなんで、それでもまだちょっと身についてないんで。はい。甘めでお願いします。はい。玄米でしたっけ ?YouTube でも投稿した。うん、あれはいつからやってるんですか。玄米はいつやろ。家でしっかり食べ始めたのは、まあ、今日3年前ぐらいかな。それは何かきっかけとかあったんですか。あ、偏頭痛って言ってましたっけ。まあ、そうやね。きっかけはね。きっかけは。まあけど、なんか、YouTube やってさ、俺、タイトルがオーガニックチャンネルっていうのにしてるから、はい。なんかオーガニック、めっちゃやってんねやろみたいな感じのイメージついてんねんけど、はい、全然そんなことないから、外食とかも行くし、マインドが
基本的な考え方がそうであって。ああ、なるべくできるときは、そのオーガニック。そう。それが大事やからさ。その中で、やっぱり玄米っていうのは俺は体にいいと思ってるから。山形にいる。はい。山形にいるときに、鶏飼ってたんでしたっけ？バカにしてるやろ、キイチ。いや、してないです。何匹飼ってたんでしたっけ？いや、飼ってるっていうか、鶏別に飼ってないよ。はい、お世話になってる農家さんの方がいて、はい。そこで、鶏を飼ってはって、まあ、そこの卵を、まあ、俺は毎週とか、俺の卵はその鶏から、飼ってるってイメージかな。あ、そういう感じだったんですね。あ、東京ではまだ。柔らかく言ったらね。東京ではまだそういうところないですか？まあ、そうやね。ないね。あるけど。あ、ある。あるんですけどね。いや、突っ込まへんね。いや、大阪の子を試すみたいなのやめてもらっていいですか？これ一応僕の番組なんで。オーガニックチャンネルじゃないです。あ、オッケー。はい。ダムさん、結構いろんなところに多趣味というか、いろんなところに顔を出すのも特徴の一つだと思って。昨年。飛び出しね。飛び出し。ダムさん、調子狂うっす。あ、オッケー。グローブ寄付してた。あれはどういった思いでああいうことをしようと思ったんですか？これも YouTube 始めた、理由の一つなんやけど、はい、今までやっぱスパイクとかグローブとかを海外の子供たちに送ったりとか、はい、まあ空いた時間にサッカースクールしたりとか、はい、まあ、今までのチームやったら自分のこだまシートって名付けて、まあ、子供たち招待したりとかいろんな活動しててんけど、はい、グローブとかを送ってる理由やったっけ？理由っていうか、まあ、どういう思いでそういうことをしようって至ったのか。やっぱり経済的理由とかでさ、スタジアムに来れへん子たちだったり、はい、満足にグローブとかスパイクとかさ、持たれへん子ってやっぱいっぱいいるから、はい、そういう子たちを、ちょっとでも助けたいっていうか、何かできることあるかなと思って、始めたのがきっかけで、グローブとスパイクは、結構続けてやってるかな。そうなんですね。継続的にやってるんだ。そうやね。でも最終的なところは、やっぱりグラウンドに足を運んでもらうためにっていうところが基本的なところにある。っていうよりかは、もうシンプルに子供たちに何かしてあげたい。ああ、そういうことですね。っていう気持ちかな。はいはい。ダマさん、昨年、ちょっとサッカーの話に戻るんですけど、うん、セカンドキーパーというか、なんていうんですか、ベンチに入ってるキーパーが多かったじゃないですか。うん。その難しさって、やっぱりありますか？試合があるわけじゃないじゃないですか。ね、難しいよ。すごい難しいし、キーパーってすごい独特で、途中出場ってあんまりないやんか。はい。だからメンタルの持ちようとかってやっぱ難しいねんけど、まあやっぱりけど、その立場でやれることっていうのは必ずあるし、チームにとってやらなきゃいけないことは絶対あるから。はいはい。一番の目的はチームが勝つことやから、そのためには今は秋広が出てるからさ、秋広のプレーを見て、そのプレーに俺が何か言えることがあれば言ってあげれるし、なんか話し合い、そのプレーについてどうだったっていう話し合いができたりしたらさ、結構秋広にとってもいいし、はい、そういうのは意識してるし、なんていうやろ、やれることはいっぱいあるよ、セカンドキーパーでも。なんかやっぱり、うん、はい、もちろん試合に出てなんぼやと俺は思ってるからさ、プロの選手っていうのは、はい、試合に出るイメージで常に準備っていうのはもちろん全員がしないといけないんだけど、その中でもやれる準備を 100% でやるっていうのを意識してやってるかな。やっぱりその準備の
期間がしっかりしてるから、去年あのポンって出たあの天皇杯の試合とか、うん、あの最後のコーナーとかキャッチしたじゃないですか、うん、キャッチかな、パンチングかな、うんうん、やっぱりああいうパフォーマンスにつながってるんですかね。あのそうやね、あの試合間、試合をやる期間が、やらない期間が空いて試合間が鈍っていくやんか、はい、それと実際のじゃあポンって久々に出た時の実際のパフォーマンスって関係性あんのかなってすごい俺考えたことがあって、こんだけ試合出てなかったから、はい、けど俺今までの経験上なんならパフォーマンスに関係ないねんな。ないですか？ないねん。っていうのもやっぱりそれだけ試合出てない期間が空けば空くほどポンって試合出た時に、はい、絶対に勝たなあかんっていう自分の、ああ、もう背水の陣でやってるからさ。そうですね。それだけやっぱ強い気持ちで戦うと、もうそんな不安とかっていうのは払拭されると思う。そう。で、それぐらい強い気持ちを持って戦うことが大事やなっていうふうにやっぱり思うし、今までの経験上、そうかな。ああ。うん。まあ、失うもんがないけど、失うもんってあるじゃないですか、やっぱり。めちゃめちゃあるよ。そうですよね。それは俺、僕も去年、すごい感じましたね。いや、失いまくるからね。はいはい。ダマさん、その、試合中でも、練習中でも、あの、こういうフォワードが嫌だとか、ありますか？苦手な選手みたいな。やっぱ矢島選手かな。それはガチですか？矢島選手の、あの、インステップでさ、打って、もう分かってるやん。はい。あれ、俺の得意技っす。インステップで打って、打ってるけど実はアウトサイドにかけててファーに打ってるモーションやけど、はい、ニアズドンみたいな、ニア上いけるんですよ俺。あれバリだる。でも東京のキーパー陣シュート連で俺のあれ意識しすぎっす。ダムさんこっち捨ててくんないんすもん。左あれな。いやあの蹴り方みんな特徴あるよ。タイチとかもやっぱさ、身長でかいから。で、あいつキーパー全然見えひんねやんか、タイチは。あ、そう、あ、そう。そう。ほんまに見えひんくて自分のタイミングで打ってくるから。あともうでかすぎてなんかもう、もうーみたいな感じで来るから。あ、でも、わかります。タイチのシュートってな。わかる。なんかさ、なんかわかる。ゾウみたいな。ゾウさんシュート。タイチのこの左にカットインしてって、この、これで巻く。そう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 、めっちゃうまいっすよね。あれとかはすごい、なんかミスキックみたいな感じで枠くるみたいな感じだから、太一は。ああ。すごい。それぞれ特徴。うん、特徴ある。そうなんだ。キーパー目線で見るとまた、ちょっと違う、あの、見え方もできるんですかね。そうやね。スタッフから、分析すごいって褒め言葉が来てます。あと時間はどんぐらいですかね。あと先ほど5分って言ってたんで、あと3分少々で、はい、はい、予定よりはちょっと長くなっちゃってるんですけど、ごめんな、キーちゃん、ほんま最初ちょっと僕は時間あるんで、はい、電波悪くてごめん。でもちょっと YouTuber としてどうなんですかね、電波のところ。ちょっとこれ下打ちしてる、通知してるじゃないですか。ちょっと大至急 Wi-Fi 変えるわ。お願いします。どうすか、この企画。ダマさん、ちょっと、あの、キーチャオ出たいみたいな雰囲気結構出してたじゃないですか、実際。キーチャオと？いや、だから、といらないです。キーチャオでいいんですよ。いや、どうですか？出してよ。いや、出たじゃないですか、今。ああ、そう。あ、そう。いや、よかったよ。やっぱ自分の言葉で話すの好きやからさ。はいはいはい。あの記者さんとかとこう対面で話すのと、やっぱりダマさんのことを結構知ってる僕が話すのでだいぶ違うじゃないですか。そうだね。で僕自身も結構ダマさんの気になってる部分をこれを機に結構聞けるんで、僕もやってて楽しいんですよね。そうだね。いやそうだね、カーリングそれ。
そうだね。試さないでいいです、ダマさん。じゃあ、ダマさん、最後、はい、あの、今シーズン、まあ、今すごい世の中大変な時期ですけど、うん、この大会したときに、大会したときへの、あの、意気込みをちょっと最後にお願いしたいなと思います。あの、まあ、前、今までに何人か言ってはると思うねんけど、はい。まあ、やっぱこんだけやってない期間が空いてるから、はい。パワーめっちゃ溜まってると思うねんな、サッカーに対する。はい。だから次かい、再開したときは、もうそのパワー爆発させて、まあ、なんなら本当こういう期間があってよかったなって思えるぐらい、はい。あの、エネルギー持って、本当頑張っていきたいなって思ってます。はい。頑張りましょう。僕も頑張ります。頑張りましょう。はい。頑張ろう、一緒に。あ。で、この後、はい。20時になったら、はい。医療従事者の方々への、リスペクトの意を込めて、拍手を1分間やっていきましょう。わ、うん、かります。で、この後、視聴者の皆さん、21時から、羽生クラブナビゲーターと長友佑都選手によるスペシャルトークライブ、トークルーム、ニュー&佑都があるので、ぜひ、9時からまた楽しんでもらえたらなと、はい、思います。吉武、帰ってこい。はい。はい。じゃあ、8時だったらみんなで拍手しようね。リスペクトの意を込めて。はい。そんな感じで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。拍手しますか？今も時間あるやったらもうやる？え、あれって8時なくていいんですかね？どうなんだよ。みんな今集まってるから。あ、じゃあみんなで1分間拍手しますか？1分も？みんなでやりましょう。どんぐらい？10秒間。はい、ゴールデンウィーク我慢が大切だと思うんで、皆さん、青赤この期間を楽しんでもらえればいいかなと思います。それではバイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。